私のずっと行きたかった宝です。今人気の輸入雑貨のお店ですね。自分も雑誌で読んだことあります。インテリアやキッチン雑貨、文房具まで品揃えがすごいわね。そうなの。日本初出店のお店で、どれもおしゃれで可愛いって SNS ですっごく話題なんだ。おお、これってシーラカンス？口のところがゴミ箱になってるんだ。面白い。でしょでしょ。あ、この花柄のペンケースおしゃれ。色違いもありますよ。そっちも可愛い。ねえねえイブちゃん、お揃いで買わない？その方が勉強するモチベ上がると思うんだ。いいですね。あやちゃん、この前も似たようなことを言って新しいペンケースを買っていた気がするけど。そうなんだけど、これはこれで可愛いし、別にすぐ使わなくてもいいんじゃん。大学行くときに下ろしたら。ひなちゃん、それナイスアイディア。そうですね。確かに大学で使うのはいい考えだと思います。せっかくですから、他にも大学用に必要なものを揃えておくのもいいかもしれません。おお、いいね。あ、まやさん、この革の手帳、大人っぽくてまさにキャンパスライフって感じがします。確かに大人っぽいですね。でも自分にはちょっとかっこよすぎるかもしれません。そうかな。大学生になるんだもん、ちょっとくらい背伸びしてかっこいいものを選んでもいいと思うよ。そう考えると私の持ち物って全体的にちょっと子供っぽいかも。そう？あやちゃんらしいと思うけど。それでは、あ、これは。なになに？何見つけたの？あら、桜のプリザーブドフラワーだわ。うわー、綺麗。ガラスドームって言うんだっけ。こういう素敵な置物が家に飾ってあるといいかも。ですね。こういうのが部屋にあると大人っぽい雰囲気になるかもしれません。確かに。そう言われると欲しくなっちゃうよ。水やりやお手入れもいらないのでおすすめですよ。特殊な加工がしてあるので、お花の一番綺麗な時期を長く楽しむことができますし。さすがイブさん、よくご存知ですね。時を止まれ、お前は美しい。え、千里さん、今のは？ゲーテのファウストという戯曲のセリフです。今が人生で一番素晴らしい瞬間だと感じた主人公が終盤に叫ぶ有名なセリフなんですよ。ごめんなさい、この桜を見ていたら昔見たファウストをふと思い出してしまったの。そっか。じゃあこの桜は一番綺麗な時のまま時間が止まっているんだね。ちょっとロマンチックかも。時間が止まる。時間が止まれば、このままずっと皆さんと。でも桜自身はちゃんと咲いて散りたいんじゃない？思いっきり咲いて潔く散る。私が桜だったら、そっちの方がいいかな。花は桜木、人は武士、とも言うものね。確かに、お花の気持ちを考えてあげるなんて、さすがひなさんです。まあ、でも、飾るんだったら、綺麗な方がいいか。そうだよ、これすっごく綺麗だもん。長持ちしてほしい。あやさん、そんなに気に入ったのならせっかくですし買ってみては？そうしよっかな。値段は、こんなにするの？
小遣いとバイト代足しても足りないよ。さすがにいいお値段しますね。あ、あやさん、こっちはどうですか？かなり小さいサイズになりますが、これも素敵ですよ。うん、こっちも結構な値段。お財布と相談させて。そうですね。ひなちゃん？なんでもない。